全米女子プロ3日目スタート。今日を振り返ってみよう。これですと右側の木も気になりませんかね。ダメじゃん。そうですね、右サイドからが狙い目だと思います。緊張の塊。本当にボギーじゃない、ダブルボギーすぐ出ちゃいますからね。11番渋野のセカンドショットです。206ヤード3番ユーティリティで狙っていってますけど、左から狙いたいです。左からですね。さあ、渋野のパー5セカンド来た。お、来ました。これは素晴らしい、ナイスショット。ナイスショットですね。これはおっしゃる通りのラインできましたね。はい、もう狙いどころ完璧でしたね。イーグルチャンスと申し上げていいでしょうかね。はい、いいと思いますね。反撃開始。今のショットもう一度です。202ヤードですかね。そうですね、大事ですよね。そうですね、はい、さて渋野パーパット。はい、上り左切れそうです。おー、来たな、来た。ナイスパー。こういうのが渋野さんなんですよね。鳥肌が立ちまったナイスパーです。これはすごいパー。バンカーが寄らずこのパットで生き返った。段の上で増して右から左に切れてくるパッティングでしたけど、久しぶりにこの日村さんのいいパッティングが見ました。